初めてですけども、素晴らしいところだと思うんですけども、それにしては残念な、まだそのお迎えの視聴大事だというふうに思われることがあったと思います。今日はですね、まあ、そういうことで、まあ、天気は良くなってまいりましたが、どうも、残念ながらカメラ的には厚みが多くてですね、まあ、遠景はちょっと無理だと思います。皆さん、食事と並びに、まあ、ここに乗っている美人の方々の方を撮るなどしてですね、まあ、とにかく、ですね、発表会っていうものをむしろで意識しながらですね、デジカメを使っていただきたいと思いますがね、そんなことで、今日は、まあ、あと時間的にはこれでだいぶロス分がありますが、この後、まあ、まあ、散策をして、してですね、まあ、いい写真を撮って、そしてなんか大変美味しいごちそうを出してくれるそうですがね、まあ、金額は決まっておりますけどね。ナビじゃないから、大パノラマの防爆湖畔でございます。湖畔の水の透明色はあくまでも青く鏡のごとく清く、そして歴史と説が料理を愛はいたしまして、さながら神秘境に浸る思いの防爆湖畔でございます。はい、このカーブを曲がりますと左手に見えますのが神秘の湖防爆湖池、数々の伝説を叩いております。新潟県亀池百選に選ばれております、この防爆湖池でございます。そして左前方に北信越最大級天体望遠鏡を備えました星のふるさと、はい、お待たせいたしました。前方に皆様が、今日皆様方のお休み所になっております山頂鏡ヶ岳でございます。どうぞごゆっくりとお待ちくださいませ。
もんね、これ。ねえ。花が咲かんだ。これはしかしあれだな、ピント合っただけ四角にのは出てこないな、出てくるのかな、出てくる。なんかおもちゃ代わりに人の持って行っちゃって